インディアンパシフィックはオーストラリア連邦の長距離旅客列車である。太平洋岸に位置するシドニーからインド洋に面したパースまで全長3961キロを結ぶオーストラリア大陸を横断する大陸横断鉄道でもあり、世界一直線が長い区間が含まれる。インディアンパシフィックの走行ルートはほぼ直線である。 ことで知られており、中でもグレートビクトリア砂漠の南に位置する奈良棒平原を走る直線は世界一長い直線として有名。早朝にこの平原を通過するダイヤの場合、車内のモーニングサービスはこの平原から登る日の出を眺めながら飲むことができるようセッティングされている。オーストラリアの鉄道は各州が独自の企画で布設を始めたため、 期間が異なっていたが、1969年にシドニーからパウスまでの大陸横断鉄道が標準期に統一された。これを機に1970年2月23日より運行を開始したのがインディアンパシフィックである。1997年にオーストラリア国鉄の解体によりジャーニービヨンドレールによる運行となった。ジャーニービヨンドレールでは クルーズトレインによる観光に注力しており、ジオーバーランドやザガンと並ぶ観光列車として運行されている。車内設備は大きく、ゴールドとプラチナに分かれる。蒸気とは別に、チェアーマンズカーと呼ばれるプライベート車両の連結を依頼することもできる。以下の停車箇所において、停車時間を利用した短時間の観光ツアーが設定されている。料金は運賃に含まれている。 ルートシドニーからパースまでは3泊4日を要し、週に往復の運転である。運行ダイヤは以下の通り。これ以外にも単線区間での行き違いのため、運転停車が設定されている。なおシドニーは、協定世界時プラス10,00、ブロークンヒル、アデレードは、アトックプラス09,30、カルグーリー、パースは、アトックプラス08,00である。 夏時間的用時には、アトックとの時差が1時間ます。基本的に乗車ごとの打ち切り計算であるが、アデレードでジオーバーランドやザガンに乗り換える場合の、運賃が別に設定されている。大人、子供、学生、バックパッカー運賃の設定がある。基本料金はシーズンごとに異なり、ハイシーズン、ショルダーシーズン、ローシーズンで区分されている。ありがとうございます。